さあ、出発しましょう。でも、アベルは、私が外務の中にいると思って。おじいさん、案ずるでない。わしが必ずアベルに会ってそなたの無事を伝えよう。でも…そなたは伝説の竜を蘇らせることができる唯一のもの。もし竜がバラムスに力を貸したらこの世は破滅してしまう。あ！そなたを捕らえに来たのじゃろう。キース、早くティアラをバラモスの手の届かぬところへ。急ぎましょう。でも、そんなことをしたらバラモスの怒りを買って村がどうなるか。わしらは大丈夫じゃ。栄光あるボーン族がムザムザとやられたりはせぬ。バラモスの野望を打ち砕くため、今は身を隠すのじゃ。わかるな、ティアラ。村の人たち、大丈夫かしら？大丈夫。この枯れ井戸を伝っていけば、奴らに見つからず山の麓まで行ける。滑るから気をつけて。大丈夫。皆の者、戦いの支度をせい。ボーン族の勇気と誇り、バラムスに教えてやるのじゃ。ダメだ、とても追いつけねえよ。こんな時ゴールドがいれば。ヤナック、魔法でバラモスのいる外務まで連れてってくれ。無茶言うな。俺はね、ムーアとの戦いでマジックパワーを使い果たしちゃったのよ。この根性なしが。うし。おとなしくティアラを渡せばよいものを。愚かな。私のせいで村が。ティアラ様。外務の野郎、あんなところに泊まってるぜ。チャンスだ。今のうちに外務に追いつこう。よっしゃ。ティアラを出せ。言うものか。ティアラは我らが希望の光。貴様らなどに絶対渡しはせぬ。
やめろ！ティアラをどこへやった？言わないと皆殺しだ。言うものか。なんで？ティアラ様、ティアラ様、ティアラなぜ戻ってきたのじゃ？村の人たちには何の関係もないわ。私を連れて行きなさい。ガイムが。こいつはモコモコ、この薬草を怪我人に配ってやって。そこの二人、手貸してくれ。なこっちっと。さあ、これをよく噛んで。すまない。父じゃないか。なんだって？どうしたんだ？ティアラがさっきまでこの村に。一足違いだったわけね。アベル、そなたたちももしや。おお、青き玉、教えてください。ティアラは、ティアラはどうしたんですか？すまない、わしらの力が足りんばかりにさらわれてしまった。じゃあまたバラモスに。モンスターから罪のない村人たちを守ろうと自ら進み出て囚われの身となった。いいのよ、私のことは心配しないで。アベルに伝えて。ココオイラにもっと力があったら、本当の勇者の力があったら。アベル、そなたの使命は修行を積み試練に耐え真の勇者になること。すべてはこれからなのじゃ。仲間と力を合わせ、必ずティアラを助け出し、バラモスの野望を打ち砕いてくだされ。殺せ。いやだ。ちょっと、あんた何偉そうなこと言ってんのよ。小娘め、バラモス様に向かって何という口の聞き方を。冗談じゃないわよ。月食の時にグースが寝ていたのはあんたたちだと同じじゃない。ドドンガのこととやかく責める筋合いなんかないわよ。いえ、黙れんか。黙るもんですか。ドドンガを助けてくんなきゃ、私死ぬまで騒ぎ続けてやるわ。好きにさせろ。しかし構わぬ。ハチ、ティアラを牢へ連れて行け。二度と逃がすな。ありがとう、ティアラ。ドドンが嬉しい。ところでバラモス様、この先どこへ向かいましょう？地図によれば、グリーンラッドの天使の岬に竜伝説の一部が隠されているとあった。では早速にも北へ向かいます。なるほど。バラモス様、どうかなされました？ルドルフ将軍か。わしは天使の岬へ、ムーア貴様はネザーへ向かえ。ハヘ。グリーンラッド？そうだ、
確か俺の記憶ではグリーンラットの天使の岬ってところに竜伝説の手がかりがあると地図に書いてあった。グリーンラットって言えば氷と雪の大陸じゃねえか。ほら寒いとか苦手だよ。どこでも行く私は。おめえそんなに集めてどうすんだ。あってだろ。そりゃそうだけどよ、そうやって毎晩宝石見てニヤニヤしてんのって気持ち悪いぜ。大きなお世話だ。まあまあそりゃそうと、ベルギンの港で防寒服や武器を揃えた方がいいね。ティアラに、ティアラオラが助けてやるかな。何か用か。頼む、オイラに現実を教えてくれ。金はあるのか。金ない、ないけど、ティアラを助けるためにオイラもっともっと強くなりたいんだ。お願いだよデイジー。ダメだ。なぜさ。知ってるだろう、金にならないことはしない主義だ。なあ頼む、この通りだ。ダメだ。じゃあうんと言ってくれるまでオイラここを動かないぞ。朝までそうやってるつもりかい。ああ。じゃあ私は眠いから寝る。ああ。風邪ひくよ。ああ、はあ、分かった分かったよ。え、教えてくれるの。ああ、教えてやる。ただし、これを取り返すことができたらね。お、よし、約束だぞ。その代わり手加減はしない。じゃあ、ほら、こっちこっち。待て。お前ってやつは本当にバカ正直だな。真正面からぶつかってばかりいないで、少しは頭を使ったらどうだ。じゃあどんな手を使ってもいいのか。あ、いいとも。よし。アベル、隠れたって無駄だ。それき、汚い手使いやがってる。どんな手を使ってもいいって言ったのはデイジーだぞ。約束だからな、オイラに剣術を教えてくれ。分かった、分かった、取ってくる。アベル、おめえズタボロじゃねえか。なんかあったのか。ちょっとな。寝ぼけて谷でも落っこちたんじゃねえのか。
あとは何を買えばいいんだ。防寒服と武器だけだ。ヤナックが先に行っているはずなんだ。あれ、いきなり止まんなよな。どうしたんだよ。なんだよ、文句あんの？うわちょっと待て。本当にここか？何にもねえじゃねえかよ。おい、ここここ、こっちこっち。こんなとこに道具屋があんのか？あるある、あるのよ、それが。えい、防寒着4着ね。締めて200ゴールド。武器はろくなものがなくてね。そうか、参ったな。どこか強力な武器が手に入るとこ知らない？さて、ここら辺では。ああ、そうだ、吹雪の剣がある。吹雪の剣？グリーンラッドのネザってところにある伝説の剣さ。ものすごい力を秘めてるって話だ。そいつは俺も聞いたことがある。確か古代エスターク人が世界を荒らし回っていた頃、ルドルフ将軍とかいう恐ろしく強いエスターク人が北半球一帯を牛耳っていた。ところがネザーの勇者ガブリエルが吹雪の剣でルドルフ将軍の急所を突き、剣ごと氷の中に封じ込めてしまったそうだ。ものすごい剣らしいな。で、どこにあるんだ、吹雪の剣は。確かネザーの町の氷の大聖堂の中にあるって聞いたが。よし、オイラ取りに行く。何言い出すんだよ、アベル。でも、バラモスと戦うためにはもっと強力な武器が。そういうことなら吹雪の剣はうってつけだ。ぜひ取りに行った方がいい。おっさんは余計なこと言うなよな。オラ反対だぞ。道草なんかしてないで、まっすぐ天使の岬へ行くんだ。あたしもごめんだ。こっちの方が金になりそうだからね。ああ、言ってくれば。え、おい、ヤナック。天使の岬もネザーも同じグリーンラッド、向こうで合流すればいいじゃない。ヤナック、ほれ、そいつを持っていきな。炎の実といってね、寒さをしのぐには一番なの。行ってこい、アベル。ただし一人でな。いいのか？あいつは真の勇者にならなくてはいけないの。すべては修行さ。愚か者め、吹雪の剣をよみがえらせるために氷を溶かせば我らがルドルフ将軍も。ネザーの氷の大聖堂に吹雪の剣がある。バラモスを倒し、ティアラを救うため、オイラは行くぞ。